前から後ろまでは10馬身11馬身ぐらい。3コーナーカーブに入っていきます。9番ファルコンウィング先頭、変わらず600通過、リード2馬身をキープ。7番ゴールドホイヤー2番手、手が動いて8番グリーンロード、1番アジバント、その後ろから5番のコバルトウィング、前に迫ってまいりました。後続勢直線に向きました。逃げる9番ファルコンウィング先頭、差を詰めて1馬身体半分と迫ってきた7番のゴールドホイヤー、馬体を離して2頭が広がった。3番手は離れた。大外から2番ブラブール追い込んでくるが、まだ3番手、そのうちは11番ティーズザンク、入れ替わって先頭7番ゴールドホイヤー抜け出した。追い込んでくる2番のブラブール、2番手に上がってくる。食い下がるファルコンウィング、先頭はゴールドホイヤー、ゴリ。前走雲取り賞に続いて重賞連勝、羽田杯は7番ゴールドホイヤーが制しました。おめでとうございます。ありがとうございます。ご自身は羽田杯初制覇、昨年の東京ダービーに続いて2年連続のクラシック制覇となりました。今のお気持ちを。そうですね、去年に続き、今年も、素晴らしい前の進みをいただいて、とても感謝しています。あとは今の力をね、100% 引き出せればいい結果がついてくると思ったので嬉しいです。今日この馬とは初コンビでした。道中どんなことを考えて乗ってらっしゃいましたか？そうですね、想定よりは前目の競馬になってしまったんですけど、まあ折り合いをつけて、馬の力を出せれば、いい結果がついてくると信じてたので。想定ではもう少し後ろから末足を生かす競馬を考えてらしたんですか？そうですね、今までの競馬を見てても、僕は今日ちょっと初めてまたがらせてもらったんですけど、イメージとは違う競馬だったので自分でも驚いてます。それにしても最後の末足鮮やかでしたね。そうですね、しまいもしっかり止まらず伸びてくれたのですごい馬だなと改めて思いました。先ほど記念撮影の様子を拝見していましたら、大きく一本指を立てられました。ということはこれが日本以上になっていこうという意識があってのことですね。そうですね、次、東京ダービー、去年に続き、出走させてもらうことができるので、いい結果が出るように頑張りたいと思います。ファンの皆様にメッセージをお願いします。今世の中が、大変な状況ですが、競馬で少しでも皆さんを笑顔にできるように、騎手、調教師、関係者ともども、一致団結して、頑張ってやっていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。山崎誠二騎手にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。